a i m 六十五 a i m 六十五は、ロックウェル・インターナショナルが九百七十六年に発売した高機能のワンボードマイコンであり、m o s 六千五百二を搭載していた。a i m 六十五は、基本的にキム、KIM-1 を拡張したものである。利用可能なソフトウェアとしては、機械語モニターベーシックインタプリタアセンブラ、パスカル、p l 六十五。 ホース処理系があった。拡張部品として、フロッピーディスクコントローラーもあった。機械語モニターを含むロム上の標準ソフトウェアは、アドバンストインタラクティブモニターと呼ばれ、ラインアセンブラ、逆アセンブラ、メモリ及びレジスタの内容表示機能、他のプログラムの起動機能などを備えていた。マスク深割り込みを使った、ステップ実行も可能であった。コマンドプロンプトは、で、1文字のコマンドを受け付け、 その文字とを表示する。熱転写プリンタが ON になっていると、それが一行として印字される。機械語モニターには各種サービスルーチンがあり、ソースコードと説明文書が添付されていた。カセットテープ2台を制御可能で大規模なアセンブリ言語プログラムを2パスのアセンブラ、ロムを使って書くことが可能である。テキスト内のソースコードが入力テープに2回連続して書かれ、 アセンブラが呼び出される。入力カセットテープはモーター制御によって起動、停止される。1回目のパスではシンボルテーブルが作成され、ラムに格納される。2回目のパスでシンボルテーブルが翻訳され、出力用テープにコードが書かれ、この時もモーター制御が使われる。コードをラム状に格納せずに済むので大きなプログラムでもアセンブル可能であった。しかし、 ラムは 4KB しかないため、シンボル名を短くする必要があった。1981年、ロックウェルは、表示を40桁に拡張した、AIM-65、40を発売した。マトゥーは1978年、キム -1 と AIM-65 で使えるビジブルメモリーを発売した。これは、グラフィックディスプレイ機能を提供するものである。また、マトゥーは、 キム -1 と AIM-65 でリアルタイム動作するシンセサイザーも発売している。これはデジタルアナログ変換回路とソフトウェアによる4星のウェイブテーブルシンセシスを組み合わせたものであった。PL-65 はロックウェルインターナショナルが AIM-65 向けに設計、実装したプログラミング言語である。アルゴルと PL-I の混合に基づき、 65002の使える、リソース量の限界に合わせるように単純化した言語であった。ありがとうございます。